おはようございます。速稼塾の久保です。未だにですねマスクがなかなか回復しないですね。流通が1億枚の供給といいましても、日本人の1人が1枚1日に使うとそれだけで1億枚なくなっちゃいますから、6億枚がね、月間で供給されるよっていう風な見通しを菅官房長官言われてましたけども、6億枚でも1人がやっぱり10枚セット買っちゃったらそれだけで足りなくなっちゃいますよね。やっぱりねこの数のインパクトっていうのは実態とかけ離れてるものがあると思います。さあその中でですね、なんか昨日のテレビ報道でなんですけども、ティッシュペーパーとかそれからトイレットペーパーがね買い占められているって話があるんですよ。でこれはねちょっとね待っていただきたいと。確かに物がなくなるって考えた時にティッシュペーパーとかね、ティッシュペーパーとかのトイレットペーパーですか、これがなくなるんじゃないかなって感じて焦る気持ちはわかりますけども、これねティッシュペーパーやトイレットペーパーっていうのは生産の 98% が国内なんですよ。まあですのでなくなるとしても一番最後ですね。これはですね誰かが買い占めなければ足りてるんですよ。ずーっと足りてます。でなんでねティッシュペーパーとかそのトイレットペーパーがなんかこう売り場からなくなってるように見えるかっていうと、あれ単価が安い割にかさばるでしょ。だからあれはねあんまりたくさん在庫も持てないし、あんまりたくさん搬送もできないんですよ。ですから順調に作られているんだけども、1人が10個ボーンと買っちゃうと売り場がバカッと開いちゃうんですよね。だからティッシュがなくなるとかね、トイレットペーパーなくなるって焦るんですよ。でも、ティッシュはまだしもね、トイレットペーパーよく考えてみてください。トイレットペーパーなんてなくたっていいわけですよ。もう今ウォッシュレットになってるわけですから、究極みんなウォッシュレット使ってですねティッシュペーパー使わないって選択ができます。そんな感じでねやっぱ実態と数ってのはかけ離れてますんで、私たちが本当にね焦らなければならないところっていうのはまだ別にあるんではないかなと思うんですよね。くれぐれもですねティッシュペーパーとかねトイレットペーパーを、まあ、昭和47年みたいにオイルショックじゃないんですから、まだ買い漁らなくてもいいと思いますよ。まあ、買うんだったら通販で買ったらいいと思います。ああいうのは通販で送ってもらうと箱単位で、1箱とか送ってもらったらさすがにね安心ですから、3ヶ月分とかありますからね。まあ、それからウォッシュレット使ったりとか、ティッシュペーパーも値上がりしてますけども、まあ、5個セットであれでしょ、198円とか298円とかあんな感じですよね。だからかさばる割には金額いかないんで、そんなにたくさん店舗とかそれから倉庫の方にね在庫が置けないんだよっていう、そういうふうな認識でよろしいかと思います。それで消毒液もねないみたいですけども、消毒液もキッチン入った薄めて使うみたいなね、そういうふうな代替品が結構ありますから、焦らずに自分でやっぱり工夫していくっていうのが求められてるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり今ね80代以上の、おばあちゃんとかに聞くと、戦争が終わった後って物がなくて何でも工夫してやったって、だから今の状況はまだまだ物があって何にもね焦ることはないよって言われますけども、確かにそうだなと思いますよね。当時は配給制度でね、米がいくらとかね、味噌がいくらとかね、本当に貧しい中でやってきて雑草も食べたと言いますから、まあそこまで極端なことにはならないと思いますけども、無用なね焦りを拡散させることによって、で本当にね人のマインドを冷え込ませるようなことはしない方がいいかなと思います。さあまとめますと、実態よりも人の噂の方を恐れるべきってことですよね。無知からよる本当にねそういうふうな愚かな行動っていうのはいつの世も見られるわけですね。賢くそしていつもね毅然としてやっていきたいかなというところでございます。本日は以上です。